マルサンホビー動画チャンネルです。ことぶきやノンスケール、フルアクション美少女プラモデルキット、アルシアのご紹介になります。こちらの商品は島田文兼氏のイラスト集島田文兼アートワークス2の表紙キャラクターアルシアをプラモデルで立体化したものになります。そしてこちらの横の写真が、メーカーで組み立てしたものになります。組み立てた後も各関節が動きますので、いろいろなアクションが楽しめます。あと、別売りのフレームアームガールズシリーズのこういった武装を使ったりとかすることもできます。これはあのゴーライ2のパーツを使っています。で、一番端にある写真は、そのまま着色しないで組み立てたものになります。マルチカラープラスチックを使用しておりますので、色を塗らなくてもここまでの再現度になります。あと、プリント済みのフェイスパーツが3種類、あとは、自分でこう表情をつけたい方用に、こういう瞳デカールも入っています。で、箱の中を開けていきますと、このようになっております。まずこちらが、展示台になります。で、こちらの薄いグレーの、部品が入ってまして、こちらは武装とか、服などに使っている部品になっています。で、こちらの、パーツは髪の毛のパーツと、あとこちらのグレーのパーツが、服とか、靴、あと裾の部分とかそういうのが入っています。で、こちらの肌色のパーツはこの素肌の部分の、ところになりますので、この大きいところはあの腿の部品とかになってます。あとこちらも、走行とかジョイントなどのパーツが入っています。こちらは、素肌色の、ジョイントパーツと、あと、グレーのジョイントパーツになります。この辺が足の、部品のグレーの、パーツになります。で、こちらのグレーのパーツは、まあ、服のジャケットの上着とか腕とかの部品などが入っており、こちらの濃いグレーのパーツの方には、あの関節とか、ジョイント、その他のパーツが入っています。で、手首はこの、白い方がよあの洋服用の、あのハンドパーツになってます。で、こちらの、グレーのパーツがメカ腕用の、ハンドパーツになってます。こちらが、プリント済みフェイスパーツが、3つと、あと、体のところの、プリント済みパーツになっています。あとこちらの方がこの、スカート状のパーツのところの半透明の、パーツやジョイントなどの、パーツが入っています。あとこちらの方がデカールシートになります。部品はこれで以上です。で、こちらの方が、組み立て説明書になります。まず、開いていきますと、こちらもちょっとアクションポーズの一例が書いてありまして、あとは組み立ての注意書き、あとこちらの方が、部品リストになっています。組み立てはまず頭部からの組み立てになります。組み立ての際はこの横のところにある、写真で確認しながら、作っていってみてください。まずこの髪の毛の関節の部分を作っていきます。そして後ろ髪のパーツなどをつけていき、この頭のこの猫耳状の、パーツをつけていきます。で、この横のインカム状のパーツをつけていき、で後ろの髪の左右を作ってセットします。そして前髪の方に、このパーツをくっつけまして、そして、このフェイスパーツはお好みのものを選んでください。で、最後にこの帽子をはめていきます。次に、胴体の組み立てになります。
まず胸周りから、首にかけてを作っていきます。そこに、横のジャケットの部分や服の方の前側などをセットしていきます。次に、背中の方のパーツをセットして、襟のパーツのようなところを作っていきます。そしてここの首の、パーツをつけます。次に、お腹から下の部分でまずこの上につく関節と股のところの関節のパーツを作ります。それをこの素肌の、プリント済みパーツで挟んでいくようになります。そして、先に作った胸周りを、セットして完成です。次に、左肩と 右肩を作っていきまして、次に、右の、メカ腕を作っていきます。肘から、手首にかけてのパーツを作り、そこに、右手の、ハンドパーツをつけていきます。次に左メカ腕の組み立てです。こちらも右と同じように肘から下を作って、左の手首のパーツをつけます。次に、右の、服の腕を作っていきます。こちらも、肘から作っていきまして、これで、袖口つけて、これでハンドパーツをつけます。左も同じ要領で組み立てていきます。次に、右足の組み立てになります。まず、ももの上半分の素肌のパーツのところを作っていきます。そうしましたら次に、もも半分下から膝までの関節を作ります。で、膝下から足首にかけてまで作りまして、次に足首の関節を作ります。そして靴のパーツを作って、足首の関節パーツにセットして、ももとこの足の中間と足首とセットして完成になります。で、左足も同じ要領で組み立てていきます。で、次に、腰につけるパーツになります。こちらの方の、まず基部になるところにジョイントパーツをつけていきまして、このスカート状になっている部品を組み立ててセットしていきます。で、最後にこの、猫の尻尾状になっているような、パーツをつけていきます。で、次にバックパックの組み立てになります。まずこのキャリアのパーツを作りまして、そこに、このバックパックの、ケースをセットしていきます。次に、アルシアの本体を完成させていきます。まずは、ここのイラストにありますけれども、ライフルを持たせるときは右がメカ腕で、左は、服の腕になりますので、そういうふうに組み立てる場合はこちらの、右手はメカ腕を選んでいただいて、左腕は、服腕を選んでいただきます。その状態にして、胴体に頭と両腕、両足をセットしていきます。次にこの腰のパーツの部分を開いて、で、この背中のところの穴にセットしていきます。そして、こちらの部分を閉じていって本体の完成になります。で、展示ベースの場合は2つジョイントの仕方がありますので、このバックパックの、上の方につけるか下の方につけるか選べるようになってます。次に頭部の方で帽子なしを選ぶ場合ができますので、それは前髪のパーツを外して帽子をつける突起のパーツを、逆さにつけると、帽子なしができます。あとオプションのマスクのパーツをつける場合は前髪を外しまして、で、このマスクパーツをつけて、前髪を戻すようになります。で、次に、首パーツの、オプションですけれども、こちらはちょっとこうガスマスク状な形になったものを、作りまして、そこを、首の下に取り付けていきます。次に武器の組み立てになります。ライフルの方のまず組み立てで、こちらの方はストックが長いものと短いものと選択して作れるようになります。そしてこれを持たすときはメカ腕の方で持てるようになっています。次に剣の、組み立てになります。剣の方を収めるまず鞘を作りまして、そこに剣を刺していきます。で、剣を持たす場合はこちらの剣を持つ手を使っていただければ、持たせることができます。
そして、鞘の方は、こちらのジョイントを使いまして左右どちらでも取り付けができるようになっています。その次に、ギミックとして足の、動きを大きくする場合、まずは横のスカート上パーツを開いていきまして、 足を下に引き出すとこちらのように、ほぼ前に水平に上がるぐらいに足が上がります。次に、メカ腕の場合ですが、こちらのパーツを、3ミリ穴ジョイント用に、変えることによって、まあ、別売りのさまざまなオプションが使えるようになります。あとは、同社から出ているフレームアームガールズシリーズの、頭部も取り付けられるようになっています。でこちらが、使用するカラーのリストになっています。こちらに書いてあるのは、クレオスの水性ホビーカラー、ミスターカラー、あとガイアカラーで記載がされてますので、こちらの写真やパッケージなどを参考にして色を塗っていってみてください。はい、これで以上です。ことぶき屋の、美少女プラモデルキットの方も新作が出ましたら続々ご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。